い。そのはずなんだけど。うわほら、グダグダ言ってな。うん。ああ。はい。あ、緊張しなくても大丈夫。うん。青春は済んだかい？へえ、課題は人物。スズラン騎士だ。おいおい、マジか。このままじゃ時間が。この髪はもうダメだ。なあ、もう。なんで、でも。たく。100年前のオモフィス。そう。あの頃は秩序なんてものは消え失せちゃっててね。富や名誉のために。けど、それをただな。長いこと甘い汁を吸ってきた連中からすれば、そんな奴の行動は邪魔で。でも、彼は一人じゃなかった。彼の言葉が怖いか、それを認めた上で、まだ彼の邪魔を。醜い者たちは、少女の言葉に恐怖を覚え、男に手が出せなくなった。年月が経つにつれて、少女の体には傷がどんどん増えていった。そして、彼女自身。それって、スズラン騎士団の初代団長、カリン・パラス様。やったー、先生からも、これ。当然の結果さ。うん。その通りだよ。もう、でもさ、そんなわけない。僕が言いたいのはさ、そんなの君けど、まだまだだな、ロン。そもそも君はこれで理解できたでしょ。うん、じゃあんて、これ以上は近づかせないよ。決めるよ。それ。キャー。決めるよ。どうかしら。どうかしら。その罪を清めてあげるよ。それ。キャー。輝け。この痛み。償わせてやる。100倍で。どうかしら。はい。醜い者はこの世界にふさわしくないわ。もう大丈夫だよ。お姉さんが解決したから。